サマセット公爵夫人、エリザベス・シーモア。サマセット公爵夫人、エリザベス・シーモアは、イギリスの女性貴族で、旧姓はエリザベス・パーシー。莫大な資産家であったことから3回も、結婚、2回目の結婚で、スキャンダルに巻き込まれた。ジョナサン・スウィフトから風刺で激しく非難されたことでも、知られる。1667年、ノーサンバランド伯ジョスリン・パーシーとサウサンプトン伯、トマス・リズリーの娘、エリザベスの一人娘として生まれたが、1670年に父が亡くなりパーシー家の男系が途切れ、わずか3歳のエリザベスに、イングランド北部ノーサンバランド州のアニック・カースル・ロンドンのサイオンハウスノーサンバーランドハウス、南部ウェストサセックスのペットワースハウスをはじめ、パーシー男爵位、所領が相続、これらの財産をめぐり多くの縁談が舞い込んでいった。1679年、12歳で、ニューカッスル公ヘンリー・キャベンディッシュの息子のオグル伯、ヘンリー・キャベンディッシュと結婚したが、翌1680年に、オグル伯は急死、1681年に、トマス・シンと再婚したが、オランダに出奔して中乱大使、ウィリアム・テンプルにかくまわれた。トマスは、翌1682年に、エリザベスに求婚していたスウェーデン貴族、カール・ヨハン・フォン・ケーニヒスマルクの刺客に暗殺。ケーニヒスマルクは、イングランドから大陸へ逃亡した。この時エリザベスは、ケーニヒスマルクに、トマス殺害を依頼したと疑われ、以後殺人者という汚名がつきまとうことになる。1682年にイングランドへ帰国して、サマセット公、チャールズ・シーモアと3回目の結婚を行い、サマセット公爵夫人となり、パーシー家の資産は、シーモア家が獲得してチャールズは、資産家にのし上がった。のみならず、イングランド女王メアリー2世の妹アンと親密になり、1692年にメアリー2世とアンが絶交すると夫と共に、アンを保護して、サイオンハウスを提供、マールバラ公、ジョン・チャーチルとサラ・ジェニングス夫妻、シュドニー・ゴドルフィンと共に、アンを支え、1694年に、メアリー2世が、1702年に、ウィリアム3世が死去してアンが、女王になると女官に取り立てられた。1711年にサラに代わり副係女官に任命され、サラの10枚アビゲール・メシャムと共に、アンの側近として重用された。一方、夫は閣僚から追放され、野党に転落したが、エリザベス自身はアンの下に止まり、1714年にアンが亡くなると副係女官を辞任、1722年に55歳で死去。パーシー家の領土は、息子のアルジャーノン・シーモアを通して相続、孫娘エリザベスと結婚したヒュー・スミソンが、パーシー家に複製して、ノーサンバランド伯家は復活、ヒューの代で公爵に昇格して、ノーサンバランド公として、現在も続いている。ジョナサン・スウィフトはエリザベスをアンの側近であることから警戒し、1712年に、義士、ウィンザーの予言でエリザベスを殺人者、人参などと非難したためアンの怒りを買い出世の道を断たれた。スウィフトが非難に及んだ理由はエリザベスがアンを通して政局を思いのままにすることを恐れていたからだったが、エリザベス自身は温和で、アンとは政治的な配慮がない個人的な信頼関係に終始していたため、死の直前までアンから信用されていた。スウィフトには、こうした事情がわからず失脚につながったが、1709年にエリザベスを保護していたテンプルの回想録をめぐるトラブルもエリザベスへの非難に及んだ理由とされ、回想録にエリザベスの身内を非難している箇所があったにもかかわらず、出版に踏み切り、エリザベスに根に持たれたことをスウィフトが内心を恐れていたからとされている。サマーセット公チャールズとの間に4人の子を設けた。アルジャーノン・サマセット公、ノーサンバランド伯、エリザベス・トモンド伯ヘンリー・オブライエンと結婚、キャサリン・準男爵、ウィリアム・ウィンダムと結婚、アン・リーズ公、ペレグリン・オズボーンと結婚森、P64、P66、海保、P59、P88、P95、海保、P98、P111。ありがとうございます。